はい、これ昨日の話なんですけれども、鴨頭よしひとのですね、インスタ、にですね、LDH っていうそのエグザイルとかの、事務所に所属をしている関口メンディーですね、知ってる方多いと思いますけれども、この関口メンディーさんがですね、この、焼肉マフィアですね、ホリエモンと、鴨頭よしひとが、一緒にやってる、お店に、行きましたということを、鴨頭よしひとが、投稿していました。ちょっと著作現状アウトなんで下に、そのツイッターのリンク貼っておきますのでそっちを見ていただければと思います。はい、ということでですね、この関口、メンディーさんについてね、これ前もね一回このあったんだよね、似たような事件が、そのまず鴨頭の件について言うんだったら、この LDH ね、この事務所さんに、これ真面目な話なんだけど、こういうところには、やっぱりその、行ってはいけないっていうのを、やっぱ、周知徹底しないと、これダメだと思うんですよ。なんでかっていうと、もう、鴨頭よしひとって、もう、はっきり言っても、捕まってないだけの詐欺師なんで、で、宗教も絡んでるしね。そういうところに、その、芸能と、やっぱその、宗教とか詐欺師とかって、これ、一番、絡んじゃいけないところだと思うんで、この辺だから、相手方がね、これ、インスタとかの投稿一つでもそうだけれども、ちゃんとその投稿する前とかに、これはだから載せていいかどうかっていうのは、ちゃんと確認しなきゃいけないし、大手の事務所だったらね、基本的にこういうのって、ちゃんとやってるのが普通なんだけれども、これをだからチェックしないっていうか、っていうのは、ちょっとやっぱり事務所として、しっかりちょっとその辺の、リスク、マネジメントっていうのができてないのかなというふうに思う。これマットな事務所だったら、この鴨頭よしひとっていう人間のね、この、経歴とかやってることとか調べたら、これはもう関わっちゃいけない相手だっていうのは、これはもう分かるわけですよね。まともな事務所だったら、こういうことはしないのに、したいと思うところ、この LDH、このだから、ちゃんと相手を調べていないのか、あるいはこの鴨頭よしひとがもしかしたら LDH に何か出資してるとかいう可能性もね、なきにしもあるんだから、それは何とも言えないんだけれども、ただね、やっぱりこの芸能界でいうと、やっぱりここはまともな神経だったらここは関わっちゃいけないっていうところはね、分かると思うんで、他います芸能人で鴨頭、とか、ホリエモンはなんか仕事上の付き合いとかでね、なんかミュージカルやったりとかそういうのしてるから、そこに出演したりとかして絡みが、どうしても仕事上絡まなきゃいけないで、それはねお金が発生してるわけだからね、お金が発生してるから、そのミュージカルにね出演した女優さんとかそれは、インスタとかでホリエモンと一緒に写真を撮らなきゃいけないとか、そういうことはあるのかもしれないけどさ、鴨頭よしひとはさ、別にそういう何か仕事上一緒に何かやってるとかそういうわけじゃないわけであって、そこと、この捕まってないだけの詐欺師と、一緒にいるという写真をね、撮られてしまったら、これは以前だから手越くんとかが気軽に写真撮っちゃった人がもう犯罪者だったとかね、そういうのと、一緒か、犯罪者と一緒ですよ、鴨頭よしひとは。基本的にもう捕まってないだけの犯罪者ですから、っていうのをやっぱちゃんとチェックしてないっていうのは、これは非常にまずいんじゃないのかなと思いました。あともう一件ね、この関口メンディーさんに関してね、これも以前ね、これ取り上げようかどうか迷ったんだけど、ちょっとネタとしてはちっちゃかったから取り上げなかったんだけど、池早とも絡んでるんですよね。で、池早と、これ、いつから、何で絡んでたかっていうと、これ1ヶ月前ぐらいなんですけど、NFT っていうドット絵みたいな、で、なんかそれがもうなんかアホみたいに高い値段で売ってるみたいな、もうはっきり言ってゴミみたいな、絵を、超高値で売ってるみたいな、そういうあれなんですけれども、それを池早が今すごい、やってて、で、池早とか学ぶとかその辺がね、やってるんだけども、この関口メンディも、この NFT アートっていうのを自分のね、アイコンのトップ画に、してて、池原にそれを紹介してもらってて、それをなんかすごい嬉しかったみたいなツイートとかをしててね、これとか見ても非常によろしくないなと思って、池原はもう完全にだからこれはいろんな、法律違反をしまくってる人間ですから、これはもうガチンコの詐欺師ですから、もうこれはもう、鴨頭なんかよりも、もう完全にブラックっていうか、法律上超えてはいけない一線っていうのを完全に踏み越えてる人間なんで、っていうとこと、これを絡んでしまってるってことを表で出してしまってる。これはもう非常にね、芸能事務所としては、これは一番やっちゃいけないことをやってると思うんで、この LDH さんね、この、事務所として、コンプライアンス管理という徹底を、もうちょっとしっかりやらないと、これは、ゆくゆく大変なことになりますよという話だし、このファンの人とかからしてもやっぱり印象は良くないと思うんですよね。この、関口メンディーさんのファン、EXILE のファン、その他のね、いろんなグループありますけれども、やっぱそういうところと、お付き合いがあるって思われちゃったら、それは他のところからの仕事に支障が
げたりとかもするわけなんで、まあ、生き早とか鴨頭みたいなそういう詐欺師犯罪者と、付き合いがあるっていうことを、知られてしまったら芸能界的には非常にまずいと思うので、こういう投稿とかは、しないようにということをこれは徹底しないと、芸能事務所としては非常にまずいですよということはね、しっかり言っておきたいかなというふうに思います。はい、ということで他いないと思うんだよね、生き早とか鴨頭とかと絡んでる芸能人って。はい、もう芸能界ってこういうだからもう宗教とか詐欺師とかこういうの一番ダメなんで、犯罪者とかね、本当にこれはあの、気をつけないと非常にまずいんじゃないかなというふうな注意喚起と、して言わせてもらいました。はい、まあなんか事務所の関連の方とかね、もし見てらっしゃったらこれはしっかりと、厳粛な対応を、取って投稿等の削除、そして、今後は、そういう、まあ、あの詐欺師が集まるようなところには、行かないということもね、徹底事務所としてそれは徹底されるべきだと思います。あの調べたらもうこんなん一発で分かりますから、生き早とかね、鴨頭とかこんなん絶対絡んじゃいけない相手ですから、芸能人としては。はい、ということで、しっかり、この辺は厳粛、厳しい対処を、すべきだというふうに思います。はい、ということで関口メンディさんの、この鴨頭と池原と絡んでる件に関して、これは非常に危険ですよという話をしました。はい、これは厳しい対応を、してほしいかなというふうに思います。はい。